アニアセヨニーケイです。今日は葛西にやってまいりました。そんな葛西で今日はですね、すごく安い韓国酒場に行きたいと思います。なんでもね、お値段がね298円均一みたいだそうです。韓国料理って量が多い分、一品一品もね値段が高いっていうよりかはまあ1000円前後はかかるんですよね。じゃなくて値段もね298円均一で、かつ量もそこまで一品一品多くないので、いろんな韓国料理をつまめるっていうことで、今回はねその安い韓国料理屋さんに行きたいと思います。韓国料理屋さんっていうか韓国酒場居酒屋か、それがこちら韓国酒場マショマショさんです。それでは早速中に入っていきましょうか。カジャー。店内はこのような感じになっていて、まあ酒場って感じかな。まあ飲み屋さんって感じですよね。こんな感じで BTS もタタタタっと貼っております。メニューを見ていきましょうか。こんな感じで298円均一でお肉食べれたりするのかな。ただ基本298円均一で298円じゃないものもあるみたい。それでもまあだいぶ安めなんじゃないかなと思う。ホットカール、まずはサムギョプサル頼みました。僕は2人前のサムギョプサル、これで500円ちょっとかな。税込みで600円ぐらいか。あとね、これ自分で焼いていくスタイル、自分で火つけて焼いていきます。これ自分でサムギョプサル焼くなんて人生で初めてです。本当にうまく焼けるのかなって思いながら、まあでも今までいっぱい見てきたからね、みんなが焼いてるところ。あとね、このチーズもね、なんか鉄板乗せて焼くみたい。それは別注文です。いい感じに焼けてるんじゃないでしょうか。いやぶっちゃけマジで適当です。切っていきます。切ったらこんな感じになりました。もう本当にただの焼肉っぽくなっちゃったな、鉄板の上で焼く。まあ、これをお皿に乗せて回避していきます。お値段が安いのでね、そんな肉厚のものは出てこなかったですね。まあ、そこは全然お構いなしです。次にチーズを鉄板の上にドーンって乗せます。これをうまいこと温めていきます。弱火でねトロトロにしていく感じ。これもどっかのお店で学んだ。ただねミスったのが、サムギョプサル焼いた後にチーズ焼いてしまって、サムギョプサルの焦げた跡がチーズに入っちゃった。しかもサムギョプサルの塩みたいなのも多分入ってるから、めちゃくちゃ濃い味のチーズになってる気がする。まあこういうのをだんだん溶けてこんな感じになりました。まあでもこれどうやって食べればいいのかマジで分かんなかったんで、とりあえずねもう鉄板の上でこんな感じで薄く敷いて放置。そしてチゲ、スンドゥブチゲも頼みました。こんな感じでサムギョプサルとスンドゥブチゲをメインでね、まあ味どんなのか確かめようかなと思って頼みました。それでは早速食べていきましょうか。チャーモッケスミだ。チヂミとかね、トッポッキもね、頼んでみようかなと思ったんですけど、まあ何分一人なんでね、入んなかったらどうしようと思って、まあ頼まなかったです。で、サムギョプサルとスンドゥブチゲは、韓国好きな人なら頼めそうだなと思って今回頼んで、で、美味しいかどうか判断してみようということですね。ちなみにこれはエゴマの葉のキムチです。エゴマの葉のキムチも、注文してます。基本、付け出しとか何もないので、おかずも、ご飯も、キムチとかも全部注文してきます。で、サムギョプサルも、サンチュとか、ニンニク、あと、コチュ、唐辛子ですね。っていうのも注文形式になっていたんですよね。トッピングでついてくるわけじゃないので、まあ、そこはね、まあ、好みで注文していけばいいかなって思います。まあ、ただ僕、ぶっちゃけ注文しなくていいかなって思った、サンチュとかは。なんかサムギョプサル別に本格的なサムギョプサルじゃないし、そこまで整えなくてもいいかなって思った。このスンドゥブチゲが580円、税込みで580円で、サムギョプサルとかエゴマの葉のキムチ、あと鉄板チーズもだったかな、もう298円税別だから、まあ300円ちょいかな、税込みで。まあそんぐらいのマジで激安なんですけど、まあ居酒屋としても安いですよね。そんな安めのお値段のこの韓国酒場のお味は、まあまあまあいけます。まあ、まずいわけじゃないですね、全然。全然まずい。わ、美味しくないっていうことなくずに、まあ、普通に食べれるやんっていう感じで食べてます。特にスンドゥブチゲがね、まあ、普通に美味しかったですね。お味もね、これね、なんか普通に食べれる味だったし、まあ、辛さもね、程よかったし。
で、具材もね、結構入ってるんですよ。実はね、口コミ見てたらね、まあ、お味はいい感じみたいな。で、ツンデブチゲが、その中でも具材なんかあんまなかったみたいなとかも、ちょこちょこ見かけてしまったので、ちょっと緊張したんですけど、来るまでに。でも具材結構入ってるんですよね、これ。アサリとか、イカとか、あとエビか、入ってて、で、もちろん豆腐もね、たっぷり入ってて、なんか普通にいい感じじゃないと思って食べてます、このツンデブチゲ。ツンデブチゲはですね、まあ、食べれるますね。いいなって感じで食べてます。で、エゴマの葉のキムチ。これはね、ちょっと残念でしたね。かなりね、みずみずしいんですよね。ちょっと水分量が多すぎて、キムチ食べてるっていうよりかは、なんかエゴマのエキスがめっちゃ抽出された水飲んでる感じがして、なんか口の中の食感がすごく嫌でした、僕は。あんま好きじゃなかった。あと鉄板チーズ、これね、これもね、美味しいっちゃ美味しいですけど、絶対お酒があった方がいいなって思って食べてます。やっぱ先にサムギョプサル焼いてしまったから、チーズも油結構吸っちゃってね、かなり濃い味になってるんですよ。チーズ自体が味濃いから余計濃くなっちゃってて、そんな濃い味に僕はコーン茶で挑んでるんで全然合わなかったですね。これがチャミスとかマックリとかワインとかね、全然お酒ついてたら普通に美味しいつまみとして食べれましたね。夜来るべきでしたね、お酒が飲めるような。まあでも今このご時世来ても飲めないか。でメインもう一つサムギョプサルですね。サムギョプサルもこれ塩味を頼んだんですよ。辛いものか塩味から比べて塩味頼んだんですけど、サムギョプサル自体に結構しっかりとね味がついているので、何もつけずにねそのままでも食べれるっちゃ食べれますね。まあ肉厚ジューシーなサムギョプサルはないんですけど、普通に居酒屋としてお肉頼む感覚で食べれば美味しく食べれんじゃないかなって思います。一応ね、ソンジャンとキルムジャンはトッピングつけてくれるので、まあそれつけて食べればいいですしね。ただ僕サムジャンがね、なんかあんま美味しくなかったので、キルムジャンをつけて食べてましたね。なんかサムジャンが、なんだろう、なんか結構甘い感じの味わいだったんで、なんかこれ美味しくないと思ってつけなかったです。全体的な感想としては、まあありですね。全然めちゃくちゃ安いから、そんな、なんだろう、めっちゃすごい美味しいものを食べれるわけではないんですけど、決してまずいわけではないので、まあ安くね、お酒も飲み、お酒もね、298円なんですよ。なので、お酒もね、安く飲んで、かつ韓国料理を楽しみたいっていう方なら、ここ全然ありですね。ついてる音楽とかもね、ノイノイだし、いいんじゃないかなって思う。地元の人たちは、ここで韓国料理食べながらお酒大量に飲むっていうことを楽しめそうですね。お昼もね、ランチやってるので、ランチもね、800円ぐらいでめちゃくちゃ安い方だったので、まあ、お値段的にね、ありなんじゃないかなと思います。チャームおすすめだ。なんか左の手のひらめっちゃ青たんできてたんですよ。食べ終わった後に気づいたら。なんでだろう。まあまあまあいい感じに食べれたんじゃないかなって思います。まあ一人で来る場所ではないかなと思ったんですけど、ランチだったら一人で来てもいいけど、僕みたいなこの居酒屋利用は二人以上がやっぱりいいですね。あとね、やっぱお酒を飲みに来るっていうのがいいかなって思う。やっぱ濃い味のものが基本並んでるので、お酒飲みながらつまむっていうのが一番いいかな。お値段がね、本当に安くて、で、数じゃなくて量か、一品一品の量も少ない方なので、本当にいろんな韓国料理を楽しみたいっていう方にはうってつけだなって思う。韓国料理ってどんな味してるんだろう、どんなのがあるんだろうっていう、本当に韓国料理初心者の方を連れてきて、ここで楽しむっていうのもありだと思いますしね。すごく美味しい韓国料理を求めに来る場所ではないので、そういった目的では使えないので、そこだけご注意ください。まあもう少しね落ち着いたらお酒もね解禁してくれるんじゃないかなと思いますので、その時にねこの地元に住んでる人たちや葛西の近くに住んでる人たちは、ここでね安い韓国料理とうまい酒を飲みながら楽しむっていうのはありなんじゃないかな。それでは今日は葛西にある韓国酒場マショマショさんの韓国料理のご紹介でした。ご視聴誠にありがとうございました。インスタグラムに詳細まとめておきますので、ぜひ見に来てください。高評価とチャンネル登録もよろしくお願いいたします。それではまた次回お会いいたしましょう。アンニョーン。